こんにちは。ゆるりと学ぶ日本キリスト教史。今回はサンフェリペ号事件から26世人の殉教までのことをお話ししていこうと思います。前回バテレン追放令は出されたものの、天正遣欧使節が帰国して秀吉に謁見し小康状態となったというところまでお話ししましたが、今回はその続きです。ことの発端は1596年の秋、現在の高知県にあたる土佐浦戸の浜に台風にあった一隻の船が漂着しました。マニラとアカプルコを結ぶガレオン船、サンフェリペ号です。このことは領主である長宗我部元親によって奉行の増田長盛に報告され、秀吉の耳に入りました。メキシコに向かう船には高価で貴重な多くの品々が載せられていたのですが、それに魅力を感じた秀吉は、当時の海事法、海で船が座礁した時にどうするか等を決めた法律を曲げて積み荷を全て没収せよと命じました。積み荷に太閤の印を押していくのを見てスペイン人の船員たちは抗議しましたが、受け入れられず幽閉された上、所持する金品を全て提出するよう命じられました。この時、このような対応を不満に思った船員の一人が世界地図を広げてスペインの勢力が世界に広がっていることを示し、スペインは領土征服の第一歩として宣教師を送り込むのだと話し、その発言が秀吉を激怒させたと日本側の文書には記録されています。しかしスペインが南米などを征服する際に軍隊より先に宣教師を送ったことは一度もありません。なのでそのように船員が言うはずがないのです。またバテレン追放令が出ているというのに、それを逆なでするようなことを言う必要がありません。もし人が嘘をつくなら自分に有利にしようと思ってつくものなのに、宣教師を先に送って征服するなどという嘘を、それを言えばかえって不利になるのにわざわざ言って怒りを買おうとするでしょうか。どう考えても不合理です。つまりスペイン人の船員がこれこれこのように言ったという内容は、秀吉側の無体な没収を正当化する意味しか持っていないのです。スペイン人が地図を広げて自国がいかに強大であるかを話した可能性はあるでしょうけど、嘘までついて自分を窮地に陥れる人はいないでしょう。土佐の町に幽閉されていた船員たちは積み荷は取られたものの、船を修繕して出航してよいとの許しを得ました。しかし乗船していた神父フィリポ・デ・ヘスス神父だけは捕らえられ獄に入れられました。当時の航海の通例として、船には神父が同乗し誰かが死亡した際に儀式を行ったりしていたのですが、バテレン追放令が出されている日本国に神父バテレンとしてやってきたのだから死罪に当たるとされたのです。またこの神父がフランシスコ会士だったことから、秀吉は京都でフランシスコ会が勝手に布教活動をしていると強く非難し、京都大阪にいる宣教師の逮捕を命じました。サンフェリペ号事件をきっかけに一気に迫害の嵐が巻き起こったのです。秀吉の命を受けた石田三成が京都と大阪のフランシスコ会教会を包囲したとき、ペドロ・バプチスタ神父は自らの誤解を認めざるを得ませんでした。バプチスタ神父は秀吉から教会用地を与えられたことを布教が認められたことと介して公然と宣教活動を繰り広げ、それをイエズス会神父からたしなめられても聞く耳を持たなかったからです。京都大阪のキリシタンが数千人に上るとの報告を受けた石田三成は、すべての信徒を処罰するのが秀吉の意思ではないと3000人のキリシタンの名が書かれた名簿を破棄し、教会で中心的に活動する信徒と宣教師24名を見せしめとして捕らえて牢に入れました。牢の中で沙汰を待つキリシタンはそこでも役人に福音を説き、賛美と祈りで過ごしました。秀吉から下った命令は死刑。京都で両耳と鼻をそぎ、市中引き回しとし、キリシタンの多い長崎まで連行した上で、宅建にかけるというものでした。
1597年1月3日、牢から出された24人は、京都の上京にある一条戻り橋のたもとで、左耳を切られました。もともと秀吉は、逃亡防止のために、信徒たちの両耳と鼻をそげと言ったのですが、三成がそこまでする必要はないだろうと言って、左耳の耳たぶだけが切られることとなったのです。耳を切られた24人は、第八車に乗せられ、京都の町を引き回された後、そこから西へと向かう道をたどります。目的地は長崎。キリシタンたちは血を流しながら、約1ヶ月かけて、800キロの道のりをほとんど徒歩で向かっていきました。秀吉がそのようにさせたのは、人々への見せしめという意味が大きく、最終目的地を長崎にしたのは、そこが一番キリシタンが多いところだったからです。京都から長崎までの長い道のりの中では、さまざまなエピソードが刻まれていきました。特筆すべきは、24人から26人へと増えたことです。連行されていく人々を慕い、世話をしようと思ったキリシタン2人が24人についてきていたのですが、役人に、お前らもキリシタンか？それならば同罪だぞ。と言われて、そうです、キリシタンです。キリシタンであるがゆえに苦しみを受けるのでしたら、私たちも捕らえてくださいと言って、加えられたのです。秀吉は逃亡防止のためにと耳を切らせたのに、実際は逃亡するどころか処刑される人が増えたのですから驚きます。道中、説教師だったパウロ・ミキは、これは述べ伝えをする機会を与えられたことだと思って説教しながら歩き、泊まっていた牢でも述べ伝えて、そこで信徒を生むこともありました。26人の中には12歳から14歳の3人の子供が含まれていたのですが、子供たちは主を賛美して歩いていきました。一番年少だったのがルドビコ・イバラキという12歳の少年。キリシタンは国家の安寧を乱すものだと処断されたわけですが、こんな子供が国家の安寧を乱すものでないことは誰の目にも明らかでした。そこである武将が、この笑顔で処刑地に向かっていく少年はきっと訳も分からず歌ったりしているんだろうと思って、ルドビコに信仰を捨てるよう持ちかけました。お前の命は今私の手の中にある。もしお前がキリシタンをやめて私に仕えるなら助けてやろうと。もともと処刑するように言われていたのが24人なので、26人となった今、一人を助けることは可能だろうと感情をしたようです。しかしルドビコは答えました。そのような条件であれば命は欲しくありません。すぐに終わってしまう短い命と永遠の命を交換するのは意味のないことです。ルドビコ・イバラキは明るく朗らかだけれど、少しのんびりしたところがあったので、死というものが分かっていないのだろうと思われていたのかもしれません。でも分かるべきことはしっかり分かっていました。自らを賢いと思い助けてやるというものよりも、むしろ何かをよく分かっていたのではないでしょうか。またもう一人の少年、トマス小崎は、道中三原、現在の広島県三原市の牢で母親に対して書いた手紙が今に残っています。全文が残っているのですが、要約するとこのようになります。神の御助けにより、この数量をしたためます。私たち24人は長崎で達刑を受けるためここまで参りました。私のこと、逃げる父上のことをご心配くださいませんように。天国でお会いできることを希望しています。お待ちしています。私は母上のことを我らの主にお願いいたします。この手紙がどうして今に伝えられているかというと、一緒に殉教したミゲル・コザキ、この人がトマス・コザキのお父さんだったのですが、長崎で宅建にかけられた時、殉教者の片身を求める信徒たちがミゲル・コザキの懐から手紙を発見し、長崎の教会に届けたからです。おそらく息子が一生懸命書いた手紙を
機会があったら誰かに託そうと思い預かっていて、それが亡くなるまで果たせなかったのでしょう。共に殉教の道を歩んでいった父と子の間には、後に残していく人たちへの祈りが絆となっていたのではないでしょうか。1597年2月明くる日の今頃はもう自分たちはこの世にいないだろうと思いながら、26人は長崎の渡月という場所で夜を迎えていました。この日一行は山越えの道で疲れていましたが、馬や籠を断って歩いて処刑地へ向かうことを選びました。その心中にはカルバリ山で十字架にかけられた主イエスに会いに行くのだというイメージがあったのかもしれません。さてこの夜、一つの意味ある出来事がありました。それはイエズス会とフランシスコ会の和解です。26人が渡月の浜で夜を明かしているところに、イエズス会のロドリゲス神父が来て、キリシタンたちに最後の挨拶をしました。その際、ペドロ・バプチスタ神父はフランシスコ会のコミサリオ管区長として、ロドリゲス神父はイエズス会の管区長の代理として、互いに許しを乞い許し合ったのです。両者は日本人を救うという同じ目的を目指して、互いに自分のやり方が良いと考え、結果的に対立してしまいましたが、この時主から機会を与えられて、その行き過ぎを認め許しを願って兄弟として抱き合いました。月明かりだけが照らしていた浜でそのような和解があり、心を一つにした祈りがあったことを歴史の1ページとして覚えておきたいです。1597年2月5日慶長元年12月19日午前11時ごろ、26人は西坂の丘に設けられた刑場に入りました。役人たちは彼らをそれぞれ十字架に縛り付けた後、町に向かって一列に並べ立てました。すると殉教者たちは一斉に、すべての民よ、神を讃えよという聖歌を歌いました。道の向かい側では4000人の信徒たちが彼らと心を合わせて祈っていました。この様子を実際に見に行き、日本26聖人殉教記を書いたルイス・フロイスは、建てられた26本の十字架はまるで町を祝福しているようだったと記しています。パウロ・ミキは叫びました。私が死んでいくのは悪いことをしたからではありません。キリスト様の教えを信じてそれを述べ伝えたからです。その教えに従って私は太后様も役人様も心から許します。ただ私が切に願うのは、太后様をはじめすべての日本人がキリストを信じて救いを受け、キリシタンになられることです。やがて、槍を持った二人の役人が、一人一人を突き刺し始めました。賛美し、祈り、説教する彼らの声は、一つ一つ消えていき、群衆のどよめきが大きくなっていきました。そして正午には、すべてが終わりました。この事件はフロイスの報告書によって克明に伝えられ、日本よりヨーロッパで知られることとなりました。そして1862年、日本はまだ開国していなかったにもかかわらず、26人は聖人として認められ列聖されました。開国前なので列聖式には日本人は誰も参加せず、それを知る人もなかったのですが、後に信徒発見の舞台となる大浦天主堂は、26人が列聖されたため、この日本26聖人に捧げる教会として建立されました。彼らの殉教が後の信徒発見や復活へとつながる一つの伏線になっているようで、歴史の奥妙さを感じます。それでは今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。